13人、グノーシア3体、私がエンジニアカーで、ドクターと守護天使がいない?いない?ちょっと待って、だったら私エンジニアって名乗りたくないかも。エンジニアって名乗ったらさ、あ、しかも、少ないね。人数が。どうしよう。ジョナスの様子が変。まあ、同意しとくか。なんかね、これ最初にね、みんなにね、怪しまれる人、毎回毎回違うから。私は違うけど。ありがとう、かばってくれて。SQ に協力関係か。ちょっと待って、SQ とミンさんが協力関係な。SQ さんお腹痛いですか?今回待って、今回がエンジニアと留守番、ちょっと待って、留守番名乗りだよ。留守番。名乗り出なかった?あ、びっくりした。ミンさんとコメットちゃんが全く、だから、OK?SQちゃんちょっと怪しいかもしれないな。最初に怪しまれた人結構本当に怪しい時が多いんで。ごめんね。結構このセリフがね、相談中毎回一緒だからポン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 早送りしちゃってるんですけど、ごめんなさいね。みんなもしかしたら、早いよテキスト送るのって。もうちょいゆっくり心がけます。ごめんなさいね。間違えたレベルを上げたかっただけなんだけど、私。とりあえず、そしたら、レムナンさんとか調べようかな。レムナンさん、グノーシアでした、だって。グノーシアか。でも私、さ、言ってないから、エンジニアだって。そして今回、守護天使いないから、言えないんだよね。乙女さんか。レムナンさんに疑いを向けられたらいいな。乙女さんかばう人多いね。ちょっとレムナンさん、ちょっと話題出したい。レムナンやばそう言ってくれるの2人で、かばうのがジョナスさんと乙女さんか。あー、でもやっぱかばう人の方が多いな。シピさんもか。いや、これ名乗り出れないよ。だって守護天使いないんだよ。ごめん、名乗り出れないわ。ごめん、ごめんね。怖えんだわ。名乗り出た瞬間殺される未来しか見えない。ジョナスさん、コメットさんがジョナスさん怪しいって言ってるのは、コメットさん結構勘鋭いから結構あれかな。ジナさん、ジナさんか。いや、今回ね、レムナンさん、私はレムナンさんに行くけどさ、みんなはどうなるかな。信じてくれないかな。信じてくれないか。じゃあジョナスさんかな。私はジナさんはちょっと違うと思うから、ジョナスさんは疑ってみたい。コメットちゃんがピキンってなってたから。私はジョナスさん。みんながどうするかは分かんないな。信じてくれたか。でもこれで違ったらマジでまた申し訳ないんだけど。で、そう、レベルアップしたかったんですよ、さっき。可愛げも15まで上げよう。もうほんと平均的な上げ方しちゃってんな。どうした?アクア。アクアは気づいてる?乙女は嘘をついてる。だからきっと乙女は人じゃない。私が嘘に気づいたことを乙女も分かっているかもしれない。だからもし私が消えたら思い出して、私が言ったこと。わかった。じゃあ乙女さん調べてみるよ。ちょっと待ってね。あ、乙女さんグノーシアだ。ってことはよ、もうほとんどわかってる。レムナンさんと乙女さんがグノーシアだ。くー、ちょっとさー。はい。なんとか導きたい。グノーシアだもんね。
ジナさんはね、多分違うかな。あ、分からん。ジナさんもグノーシアの可能性ワンチャンある。グノーシアだけど、嘘つくの嫌いだから、っていうこともありえるかもしれない。茂道は違うからな。守るぜ。ジナさんじゃないんだけど。なんでみんな、うわ！ジナさん、ワンチャンジナさんグノーシア説あるっちゃあるのか。いや、でも違うよ。今回はバグもいないからだと思うから、私ちょっと乙女さんかな。茂道、お前はなんでだろうな。茂道は絶対人だと思うけどな。イベントめっちゃ怒るじゃん。あ、共闘な。いいぜ、共闘しよう。頑張って守るわ。そしたら、いや、もうだと思うけど、私が狙われるとやべえんだけど。え、ちょっと待って、みんな見て、もうちょっと待って、これやっば。ちょっと待って、今回グノージア絶対当てないと負けんじゃん。マジか。ちょっと待ってなー、これ誘導できるかな。私グノーシアが全員で守ってる。ジナさんは違うんだよ、セツさん。ジナさんは私たちの仲間なの。ユリコさんも私たちの仲間なの。自分は人間だ。すげえな。グノーシアなのにグノーシアじゃないって言えんのすげえな。うわ、全員言った。マジか。あえて偽りを口にするその万有。褒めてやろう。褒めてやるべきかしらね、グノーシア。うわ、この三人の誰か。あ、負けた。言ってんだ。私な、自分のことを言ってないからな。うん。はあ、やっと俺も人間のふりをやめれるってもんだ。悪いな、そもそも嘘なんだよ、グノーシアだろうがなんだろうが。俺はとっくに人間なんてやめちまってんだよ。あー、君人間だったの。え、もしかしてそっちが、そっちが本体。シピさんってもしかして猫ちゃんの方なの。すげー、めっちゃ面白い。これイベントサクサク進んでいく。7人だって。わー、なんでラキオくんがいないの。 Why ラキオくん。ちょっと待ってよ。エンジニアがいるけど、これは名乗り出ないだろうから留守番名乗ってもらおう。ジョナスと SQ ちゃんね。もうこれでほぼほぼ絞れたね。人狼が、グノーシアが2人で、私は違うから2人だから。で、あと何、AC 主義者もいるのか。ドクターはいないね。はい、守護天使もいないってことは、多分エンジニアは名乗り出ないかな。うん、ジナさんどうですかね。セツさんとミンさんがかばうと。ジナさんすごいな。ジナさんがエンジニアだったらどうすんだよ、みんな。ねえ、絶対名乗り出ないと思うんだけどさ、エンジニア名乗り出る人いる？え？うわー、マジ？名乗り出るんだ。どっちかがグノーシアか。どっちかなー？どっちだろう？わからないけど、ジナさんかな。おやすみなさい。いや、これジナさん本物だったら、本物の、
どう思う？絶対仲良くしていいのが S級ちゃんたちか。 S級ちゃん、ややくせ者、皆の者、出会え出会え。仲悪いな。ジョナス、報告してください。グノーシアだよ、ミンは。ミン？コメットちゃん疑うか、セツさん。コメットさん、AC 主義者の可能性もあるからな。AC 主義者だとしたら、AC 主義者だとしたらよ、セツさんがグノシアになるんだよね。ミンさんを、ミンさんがね、人でセツさんの手伝いをしてるって感じになるんだけど、 S 級ちゃんと手を組むか、どうかなあ。セツさんが辞めさせた、どうかな。みんなコメットが怪しいって言うけど、エンジニア名乗り出てくれてっからな。いや、私はコメットさん信じるよ。うん、まあ敵側だったらやべえんだけどさね、コメットちゃん。はい、あ、また協力関係な。多いね、協力関係。信じるからな、コメットちゃん。 S 級信じるからな。私今回はコメットちゃんを信じるからな。アクアはグノーシアじゃないよ。うん、信じるからね。もうこれ送りますよ、セツさんか。あの、信じてるからね、コメットちゃん。へへとか言うなよ、表現すんなよ。お、勝った。へえ、こりゃびっくり。正直生き残った時のことを考えてなかったな。絶対すぐやられるだろうって思ってたからさ。まあそれもしょうがないよなって。ありがとね、アクアが守ってくれたんだろ、僕のこと。あ、そうだ、お返しっちゃなんだけどさ、僕が船手に入れたらアクア副船長にしてやるよ。ありがとう。一緒に宇宙を冒険しようぜな。勝てたー。すべてのグノーシアがコールドスリープしました。勝てたー。よっしゃー、ギリギリだけど勝てた。で、コメットちゃんの乗員を見よう。将来の夢は宇宙を飛び回る青函船の船長、青函船の船長。わあ、お水汲もうとして、ちょっと待ってください。お水を汲ませてくれ。お水を、誰だお前。ジョナス、どうしたの？気分転換？そうだね、もう30何ループしてるもんね。気分転換も大事だけど、ちょっと待って、私もさ、気分転換に水を飲もうとしたら、急にイベント起こる。やはり紛れ込んでいたのだな。狂乱の宴、ここに始まれりか。グノーシア汚染者への対処、いかがいたしましょうか。あ、ステラとはそういう関係なんだね。なんだろう、執事さんみたいな感じ。さてな、白星に浮かぶモッパのごとく流れに身を任せてみるのも一興よ。つまり船長としての対応は何もなさらないと。そもそもの話だ、このジョナスがグノーシアか否かも定かではないのだ。誰にもわからんよ、何もな。グノーシアか、ジョナスは本当にグノーシアなのかと聞いた。あ、私この場所にいるの。え、なんかすごい場違いじゃね。なんかジョナスとステラさんはもしかしたらかもあるかもしれんけど、私絶対部外者じゃね。どう思う？アクア、客人よ、君と語り明かしたかったものだが、やむを得まい。すべて終わったら改めて祝杯をあげようじゃないか。それではジョナス様、私は。ああ、一員として振る舞うがいい。ただ
船内環境だけは保持してもらいたいが。かしこまりました。おっしゃる通りにいたします。いずれにせよ我々は運命の下僕、己に課せられた役を果たすしかあるまいよ。あ、すごい、ジョナスってなんかね、ちょっとカウボーイさんみたいな格好してたから、こうはいよーみたいな感じかと思ったら、なんかこんな感じ、イケオジだわ。発言するちょっと、あ、ほらほら、なんか雰囲気全然違くね。あれかな、カモフラージュみたいな感じかな。もしかして大富豪かな。だってこの船もジョナスの船だからね。え、あまりじらさないでくれよ。留守番組か。ジナさんとラキオくん、ジナさんとラキオくんね。はい、ありがとう。なんとなく怪しいのはレムナンかな。レムナンね。ククルシカとコメットちゃん、乙女ちゃんはかばう、ジナさんもかばう、あ、ユリコさんもかばう。ちなみに今回はグノーシアが3の AC 主義者がいないのね。はい、ちょっとさ、エンジニア教えてほしいな。重道と、あ、重道エンジニア確定は珍しい。ってことは重道、ジナさん、ラキオくんは完全に白だから、あとドクターもそうだね、重道エンジニア確定だね。ありがとう。それ俺が絶対エンジニアってことだろ。おー、サンキューな、ラッキーよ。あー、ありがとう、せっちゃん。コメットちゃんと絶対もう一人いるでしょ、ドクター。レスキューちゃんか。どっちかが、AC 主義者が今回いないから、バグかグノーシアかだね。どっちだろうな。ちょっと待って、誰が怪しいって言われてた。レムナンが怪しい、コメットちゃんが、レムナンが怪しいって言ってるのか。これコメットちゃんが AC 主義者かどうかで、 AC 主義者じゃない、バグかどうか、グノーシアかどうかでめちゃくちゃ戦況変わってくるんだけど、今回はどうしよう。疑われてたレムナンさんにしようかな。ちょっとね、一番最初にククルシカちゃんか。ククルシカちゃんは人間だと思うけど。ステラさん、アクア様、私は不安なのです。私はこの船で長くジョナス様にお仕えしてまいりました。その経験から申し上げるのですが、ジョナス様がご機嫌でいらっしゃると大抵の場合良くないことが起きるのです。ありがとう、重要な情報。ルワン星系でのグノーシア騒ぎで皆様をお助けした頃からです。あの方が終始浮かれたご様子なのは、きっとろくでもないことを企んでいらっしゃるのかと、あるいはすでにグノーシアに汚染されているとも考えられます。どうかアクア様、どうかお気をつけくださいませ。つうことは、ジョナスもちょっと、ちょっと守護天使何してるの？あー、ってことはやっぱり早々に SQ ちゃんかコメットちゃんを調べるというか、冷凍すべきかな。の前に、ステラさん。船長のジョナスに長く仕えている。わかったね。ククルシカはグノーシャじゃなかった。違った。はい。コメットちゃんね。ユリコさんもコメットちゃんか。シビさんもね。まあ、SQちゃんはそうだよね。敵だもんね。うん。めっちゃみんな疑ってるな。かばう人はジナさんだけか。じゃあもう同調するか。コメットちゃんはシピさんなの。シピさんなのね。シピさんはジナさんとコメットちゃんが一緒に動いてるな。コ
こんなに一緒に動く必要あるかな。いやでもこの二人でがグノーシアだったりさ、あからさますぎるけど。ステラさんはちょっと今回は私は違うと思いたい。シピさんか。シピさんそんなに怪しい？シピさんもかばうのは一人か。ちょっと今回コメットちゃんかな。あ、みんなシピさん？急にだね。シピさんそんな怪しい素振り見せてなかったけどな。めっちゃイベント起こるな。何をしている？あ、なんかすいません、ここでイベントがあると申されたもので。ここには貴重な品もあるのだ。あまり気楽に立ち入ってもらっては困るな。すいません、勝手に入って悪かったとジョナスに謝罪した。いな、謝るほどのことではないさ。じゃああんな感じで責めないでくれる？結構怖い迫真の演技で迫られてたよ。どれ、少し茶飲み話でもしていこう。茶飲み話でもしていこうか。そうだな。ならばアクア、君はステラのことをどう見る？優しい人です。ステラは優しい人だと思うと答えた。優しいか。知っているか、優しさとは時に敵を欺く術であること。ステラはもともと、あれは、あれっていうのやめてくれる？人なんだから、あれっていうのやめよう。せめてあいつって言おう。連合政府から送られてきたものだ。私の世話役兼監視役といった役だろうな。役どころだな。この船を得た頃からと思えばもう随分な付き合いになる。だがどこか得体の知れぬところがあってな。ことに最近は奇妙に感じることも多いのだ。あの仮面の下で何を考えているものやら。5分後に空間転移を行います。皆様、自室にお戻りくださいませ。ジョナス生きてろよ。思ったより早いな。ではアクア、さらばだ。再会の叶わんこと。死ぬなよジョナス。はい。ほう、どうした？干渉してくるなんて珍しいね。アクア様、差し出がましいことを申しますが、ジョナス様のおっしゃったことをあまりお気になさいませんよう。確かにあの方は宇宙開拓時代の英雄ではございますが、それも過去の話です。今ではただ目的もなく宇宙を放浪なさっていますが、ジョナス様の奇跡を逸した言動によって周囲が混乱することもしばしばございます。ああ、本来このようなことを申し上げるべきではありません。ですが自治体の私から見てもあの方と関わるのはお勧めできません。あの方は宇宙連合公認の廃人なのですから。あ、私たちはね、もう多分世間公認のゲーム廃人だからね。うん、配信廃人だからね。うん、何がってね。ね、仕事しながらこうやってね、毎日毎日こう配信したり実況動画撮ったりね。もう廃人だね。ジョナス更新、なんかあまり嫌われてるというか、なんでだよ！ここからが面白いところだろう！誰？誰？誰？ちょっと待って、今回の具の、ジョナス？ジョナス？てめえ、私の恨みを買いやがったな、ジョナス！お前のことはもう二度と信じねえぞ、ジョナス？これにしよう！これ割と簡単そうじゃね？エンジニアと守護天使がいて、14人中3人がグノーシアで、守護天使とエンジニア以外はいないのね。留守番組いねえのか。留守番組いねえのきついな。説が怪しい。レムナンス、あ、待って。今回ほとんど全員参加か。茂道とラキオくんはね、ほんとすぐ疑われるから。エンジニア名乗り弁練るべきかな。ステラと協力関係ね。ククルシカが怪しい。
ルシカちゃんを守るのはしげみちとラキオくん。しげみちとラキオくん、さっきから同じ人守ってない？ちょっと待って、同じタイミングで守ってるよね君たち。説が怪しい、大丈夫。ククルシカは大丈夫。え？あ、乙女ちゃんグノシアか。いや、私も言うか。乙女ちゃんなんだけど、ここで乙女ちゃんに入れると私めちゃくちゃ怪しまれちゃうから、重道ちょっとかな。うん、名前上がったしな。ごめんな重道、お前めちゃめちゃいいやつなの知ってんだけどさ。で、ステルスが20になるまでずっとステルスあげるけど、あ、ちょっとゆり子さんと仲良くしときたい。乙女ちゃんは絶対グノーシアだから、コメットちゃんが味方か知りたい。コメットちゃん人間よし、コメットちゃんの直感結構信じられるぞ。コメットちゃん人間でした。レムナンさんね、レムナンさん怪しんどこう。コメットちゃんはね、違います。ありがとう。そう、コメットちゃんは人。私はね、あ、すぐ否定すんのやめようかな。ラキオに力を貸してほしい。断る。そう、ちょっとね、ジナさん怪しい。私も思った。ジナさんちょっと怪しい気がする。あ、乙女ちゃんがかばってんもん。ちょっと今回ジナさんかな、私。説は信用できない。レムナンさんをかばうと。ジナさん。もうね、グノーシアの一人は乙女ちゃんで決まっとるから。で、乙女ちゃん私に入れてきたな。まあそりゃそうか。邪魔だよね、私。手組む？あ、ごめんなさい！お！あ、アクアじゃん。隣空いてるぞ。一緒に浴びる？浴びる。一緒にシャワーを浴びることにした。オッケー。裸の付き合いしようぜ。言い方。言い方。もうちょっとあるだろう。でもするー。あー、すっきりした。生き返るね。コメットの入れ墨が消えているようだが、入れ墨は？入れ墨が消えているけどどうして？と聞いた。入れ墨って、あ、これなんかこいつら暑いの苦手らしくてさ、シャワー浴びると肌に潜り込むんだよ。生きてるの？よく入れ墨と勘違いされるけどね、そんな大げさなもんじゃないって。ただのね年金、ただの年金。僕の星だとみんな生まれた時からこいつらと一緒なんだ。いやー、そのせいでなかなか星から出られなくてさ、許可全然降りないから結局無理やり出てきたんだよね。ひ、家出ってやつって、なんで素っ裸でこんなこと話してんだろう。そろそろ服着るけど、じっくり見たいなら今のうちな。会話中 B をしている間は文字等を消しておくことができます。じっくり見るなら今のうちな。みんなじっくり見たか、あと5秒な。この、なんかちょっとなんていうの？どうせ今テキスト消して読んでんだろうみたいな、このすかされたようなこの優しい笑み。逆に罪悪感が湧く。もう何見てんのよ、エッチみたいな感じでこう照れてる顔だったらイヒヒってなるけど、どうぞどうぞ好きなだけ見ればみたいなことをされると、なんか私のやらしい部分がぐぐぐぐごめんなさいってなる。コメット更新。コメットちゃん。体の入れ墨のような模様は出生星の共同殺菌、共同なんか菌。オッケー。誰を調べますか？ゆり子様かな。ゆり子様人間を、心強い。
心強いです。そして守護天使様、グッジョブ。ゆりこさん人間です。せつさんか、せつさん、レムナンさん、いいよいいよ、コメットちゃんは協力しなさい。やー、ナイスナイスナイス。S Q ちゃん、 S Q ちゃんか。シピさんとレムナンさんとラッキオくんがかばう。 S Q ちゃんね、なんかね、グノーシアの時多いんだよね。なんかそういう星の元に生まれたのかわかんないけど、 S Q ちゃんはね、割と毎回グノーシア。ミンさん、ミンさんは今回違うと思うぜ。うん、なんとなく直感だけど、ミンさんは違う気がする。みんな S Q ちゃんか。乙女ちゃん、乙女ちゃんできればやりたいな。次ちょっと乙女ちゃん狙ってみようかな。あ、濃い、ありがとう。クルシカちゃん、ラキオくん、レムナンさん、さっきから名前上がってるから、ちょっとレムナンさん人間か。予想が外れるんだよな。乙女ちゃんがさありがとう。あ、待って、そんなことしてる場合じゃないの。ラキオくんたちか。いやー、あんまり声出すべきじゃないかもしれんけど、でもね、乙女ちゃん、ダメか。信じてくれないか。せつちゃんはどうかな。せつちゃん今回、シピさん、ククルシカちゃん、シピさんちょっと調べるか。ああ、今回ボロボロだな、全然わかんねえんだが。ちょっと待ってね。レムナンさん、コメットちゃん、でもほとんどここな、もうあれか、グノーシャーに狙われてっから、コメットちゃんだけか、今白なの。ククルシカちゃん、あ、はいはい、報告します。ミンさん、ラキオくんね、そう、ちょっと今回ラキオくんちょっと怪しいかもしれんけどな。でも乙女ちゃん、乙女ちゃんが便乗してそうね。え、乙女ちゃんさ、乙女ちゃんちょっと、シピさんはね、人間なので、ラキオくん、ラキオくんちょっと疑ってたりはするんじゃけど、でもね、乙女ちゃんには誰も入れ、あ、やった、やった、グノーシア、運が良ければまだいるか、まだいるか。私誰に、ミンさんに嫌われてる。ミンさん、はい、ちょっと待って、誰調べる、誰調べる、この中で一番怪しいの。ステラさん、いや、ラキオくん調べよう。無罪だと信じたいから、よし。ってことは、ステラさん、ククルシカさん、ミンさん、あ、はい、ミンさんか。ステラさん弁護、ククルシカちゃん弁護、ラキオくん弁護しないと多分これ、私もミンさん疑ってこうかな。ラキオくんは違う、なんか必死にラキオくんに
逃げようとしてるからな。できればミンさんがいい今回。なあーもうなんでだよラキオ。っていうかラキオは人間だって私言ったじゃん。私のことも信じてくれてねえのか。そういうことだよな。ちょミンさん、はい、ミンさんグノーシアだよ。ミンさんグノーシアです。人間です。私はねえねえねえお願い、私のことを信じて、お願いお願い、うやむやにする。違う、反論させて。違う、お願い信じて、ククルシカちゃん、コメントさん、お願いお願い、私のこと信じて、ありがとう。勝ったんじゃね。やだー、やったー、やったー。ラキオくん守れなかったけど、守れなかったなんだけど、推し一人守れないのか。私はグノーシアいなくなったらしいぞ。僕らの勝ちってことでいいんだよな。これからは一緒にいっぱい遊ぼうねと、ククルシカの笑顔がいつもより幼く見えた。ごめんね、時戻るから遊べないけど。誰だ、乙女ちゃん、ジナさん、ミンさんか。エスキューちゃん、ヒワもうなんか、でも今回あれだね、犠牲を、めちゃめちゃ犠牲払ったから、勝ちのような負けだね。38ループ目。エンジニアがいて、ドクターがいなくて、守護天使留守番いるから、留守番組頼む。ククルシカちゃんとステラさん。はい。ミンさんと協力ね。茂道か。今回グノーシア3だから割といっぱいいるんだよな。茂道、ちょっとまだ早いけどな。私もちょっと加勢しとこう。茂道すぐいなくなるから。セツちゃんね、ジョナスがセツちゃん。エンジニア、名乗り出てくれる？ジョナスかセツちゃんか。ここはね、まだこの役割とか、そのエンジニアっていうのを持ってる人たちに消えてほしくないんですよね。本物間違ったら本物いなくなっちゃうから。で、茂道が怪しい、説が怪しいで、発言したりかばったりしてるのがこの人たちでしょ。レムナンさんとかシピさんとかは一回も発言してねえのか。ちょっとレムナンさんにしようかな。発言してないからっていう意味で。多いな。何人いた今、4人ぐらいいた。私もちょっと、まあでも発言しなかったってだけだけど。茂道と S キューちゃんか。茂道、 S キューちゃんは茂道は疑うのね。コメットちゃんがこちら側かどうか知りたい所存。コメットちゃんがあの人間側だったら茂道か信頼できるんだけど、コネットちゃんが敵側だと大変なんだよな。来た、ステルス20来た、よっしゃ。仲悪いのは S キューちゃんか。 S キューちゃんいない、 S キューちゃんいないから乙女ちゃん。 S キューちゃんが、これさ、S キューちゃんがさ、人でさ、セツちゃんがさ、グノーシアだったらさ、セツちゃん自分で殺しといてさ、S キュー、また私は失敗したのかなって言ったら、かなり、かなり最高だよね。
ってことで、私は今回セツさんを信じてジョナスを疑います。コメットは少なくともグノーシアじゃない。はい、だってほら、だってほら、見て見て、だってあの消された人を占ってるから。これでもし本当にあの SQ ちゃんがグノーシアだろうがグノーシアじゃなかろうがわかんないから、やっぱジョナス嘘エンジニアだよ。人間です。レムナーさん人間、乙女ちゃん人間、シピさん人間、コメットちゃん、オーケーオーケーオーケー、セツ、ジョナス、ミン。いやでもね、ジョナスさん、そう、私もそう思う。私もジョナスさん疑ってる。ククルシカちゃんか、信頼してるのか。乙女さんが変。ほう。ククルシカちゃんも乙女ちゃんね。かばうのはセツちゃんか。あ、さっき人間だって言わなかった組が。え、そうだよね。セツ、ジョナス、ミン。あ、え、そっか、人間だって言わなかった組が乙女ちゃんをかばうってことは、乙女ちゃんめっちゃ疑われてるけど。え、でもグノーシアが結束してミンさんは、あ、まあ、ごめん、間違えた。ミンさん怪しいです。はい、ミンさん怪しいです。ジョナスさん、やりたいんじゃけど。乙女ちゃんか。今回の予測立てるか。予測は、ジョナス、ミン、ジョナス、ミン、乙女。かなあ。私の中では勝手になんとなくセツちゃんは本物のエンジニアだと思うのね。で、本物のエンジニアだって思っ、信じねえと始まんねえからさ、これ。コメントちゃんが、セツちゃんがコメントちゃんセーフって言ったからもう私は信じるとして、コメントちゃん人間じゃろ？で、人間なコメントちゃんが直感鋭いから、で、ミンさん怪しいって言ってるから、で、ジョナスとミンさんは人間だって言ってないから、うん、ジョナスとミンさんは私の中でグノーシア確定かな。だから、シピさんかレムナンさんかどっちかだと思うんだよね。あ、手組みたいってやつだ。いいよ、頑張ろうな、生きててくれよ。ククルシカちゃん、ククルシカちゃん、あ、そっか、確定だったんだもんな。え、守護天使は？守護天使いいんじゃん。待って、守護天使が乙女さんだった可能性？レムナンはグノーシアではありえない。シピはグノーシアじゃない。はい。セツは弁護します。うん。私にはわからんよ。ジョナスはだって敵だろ？多分。ねえ、ジョナスとミンさんさ、もう出たよ。雑談好きだな。もういいって、雑談話しよう。あ、ミチュミチュ、ジョナスは怪しいと思う。ミンさんも怪しいと思う。あ、また弁護しちゃった。もうすぐ弁護するんだから、私も、もうすぐ操作間違うんだから。今回はね、ジョナスさん頼む、みんなジョナスさんだって。よし、これで私の中のグノーシアがお一人。次ね、ミンさん。次ミンさんがちょっと怪しい。アクアさん、あの、僕、相談させてほしいんです。その、僕、気づいてしまったんです。セツさんが嘘を言ってるって。だから僕はどうしたらいいんでしょうか。セツちゃんが嘘ついてる？セツちゃんが嘘つい、待って、セツちゃんの情報聞こう。ごめん、ジョナス！ジョナス、ごめん！
神秘じゃん。もうやめて、雑談挟まないで、今真剣に話をしょる。ごめんよ。みんさん、みんさん、ちょっと待ってな。みんさんはまだ調べられてないのか。みんさんはまだわからん。あの皆さんすみません、あの私がですね、私がグノーシアではないので申し訳ないんですけど、私が誤った選択をして、多分本物のジョナスをジョナスしてしまったんで、はい、セツさんに投票してくれたんですね、ありがとうございます。アクアさんに相談できてよかったです。いや、あのね、私が人やのにグノシア化してたって言われたから、うん、僕裏切らないでくださいね。大丈夫だけど、私死に、ああ、裏切る前に消滅したわ。ってことはシピさんです。シピさんだと思います。はい、だってあのセチさんがかばってたからね。ステラさんは正直わからん。私は味方だよ、大丈夫、信じてくれ。兄さん発言、恋バナ、それはちょっと聞きたい。恋バナはちょっと聞きたい。そうですね、この船の殿方は素敵な方々ばかりで困ってしまいます。恋バナって女性、私とステラさんしかいねえし、なんだったらこれあれだから、ちょっとしたらなんかこう合コンみたいになってるからな。男性2人、女性2人だからな。どっちがいい？ステラちゃん、シピさんとミーさん、どっちがいい？みたいな話になりかねんからな。でも私はラキオくんだから。シピさん、これで終わればいいな。負けた。ミーさん、グノーシアかよ。あのげっすい顔が見れるんで楽しみにしててください。これでお前まで消しちまったらさ、また俺一人きりになっちまうんだよな。ああ、グノーシアだぜ、俺気づかなかったか。やるじゃん俺。なあ、このままじゃ俺はお前を消しちまうよ。衝動がさ、自分でも抑えらんねえんだ。俺はどうしたらいい？教えてくれよ。なあ、あ、すごい、え、なんかこれから楽しいことがあるぜみたいな、そういうなんか感じで来ると思ったら、なんでそんな切ない感じなん。え、わかった、みんな、え、これ私がマジであれかな、人狼ど下手くそなだけな。しげみち、お前守護天使じゃないか。しげみち、お前が生きてないと困るんだよ。ちょっと簡単な条件でいこうかな。グノーシア2体のドクター留守番組バグがいない。まあ、グノーシア2体で AC 主義者がいるから3体なんだけど。ちょっとね、一回クリアしたい。勝利したい。はい。エンジニア権限を持つのは、ミンさんと、しげみち。あ、これね、しげみち嘘つくん結構下手くそじゃから。コメットは信ずるべきではない。あ、待って、今誰がいるの？コメットか。確かに妙な感じはするな。え、僕そりゃ驚いた。どうしてコメットさん？私はちょっと今ね、わからんから。セツさん、お腹痛いですか？コメットちゃんがかばうんだね。名乗り出ろーは、今回は、あ、そうか、今回はドクターいないし留守番組もいないから、この中からか。だから、しげみちかみんさんが嘘ついてんだよな。ステラ。これみんなどうやって最初の一人決めるの？もう三十何ループしてるのに最初の一人の決め方が全然わかんないよ。マジ SQ ちゃん。みんさんまだ本当にエンジニアかわかんないよ。わかんねえから。わかんねえから、スキューちゃん。わかんねえもんだって。セチ
ちゃんか。あ、テイクも。あら、アクア様、お背中綺麗ですね。ようこそ、私の小さな花園へ。ほら、お背中めっちゃ綺麗じゃね。この子たち、私が品種改良して育ててるんです。今はまだつぼみですが。花が咲いたら、とってもチャーミングですよ。綺麗で、素晴らしい香りで。殿方が嗅いだらクラクラするような。素敵でしょ？ちょっとね、怖い。媚薬ってことそれ。そういうこと？クラクラするような、ほうれい薬みたいな？私、とても楽しみにしているんです。この子たちが存分に咲き誇る日を。ステラさん、あれだね、ちょっとなんか闇深系だよね。誰を守りますか？これ、ちょっとアヒル化した。わっ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 。どうしよう。誰を守りますか？わかんねえから。わかんねえから。コメットが怪しい。コメット、説が怪しい。説が大丈夫。コメットが怪しい。ジョナスさ。ジョナス直感、ジョナス直感は低いんだよな。だから、今回はコメットちゃん守ろうかな。レムナンさんか。コメットは俺と同じ人間だ。アクアは違ったわ。グノーシアじゃねえ。ちょっと茂道がちょっと茂道が怪しいかもしれない。ちょっと、いや、まああれじゃけど、私のことを人間だって言ってくれたミーさんを、異次元で信じるわけではないけど。ステラさんの変なところ私もまだ見つけてない。まあちょっとさっきのイベントあれだけ。また恋バナ。好きな人のお話？私を作ってくれた博士にもう一度会いたいな。俺に告白したやつウェルカーム。ああ、好きだねこの話。茂道さんが変かな。だろだろ、茂道やばそうだよ。茂道ステラさんがかばってくれたのね。ジョナスもかばうね。オッケー、人間だ。ククルシカちゃん、乙女ちゃん、あ、茂道、茂道止めた。あかん、もう茂道確定じゃわ。茂道絶対グノーシアじゃわ。はい、グノーシア一人おらんくなったじゃろ。あと一人じゃろ。遠心、そうか、遠心主義者もいいんだよな。はいはい、何ですか。コメットが嘘ついてること気づいちゃったんだよね。 S 級ちゃん遠心主義者な気がするかもしれない。いや、私コメットちゃん守るで。待ってね、乙女ちゃんが消されたから、乙女ちゃん、茂道が怪しい。あと誰怪しいって言ってた。説が怪しい。か。S 級はグノーチアだ、間違いね。はい。否定する。いや。私、ごめん、ごめん、S 級ちゃん。コメット。コメットちゃんはちょっと待って、コメットちゃんは今回人な気がする。で、S級ちゃん、ちょっと S級ちゃんが怪しいかもしれん。グノーシアかどうかわからんけど、遠心主義者でも、そうか、あれか、茂道が遠心主義者だったのかな、もしかしたら。ごめんな、S級ちゃん。せっかく私のこと信頼。きたー、きたー、あっぶねー。ククルシカは静かに微笑んでいる。勝利を喜んでいるようだ。
そしてアクア様、もしアクア様がいらっしゃらなかったら、この危機を乗り越えることはできませんでした。私は、ええ、そう思います。改めてお礼を言わせてくださいませ。あ、せつちゃん AC 主義者なんだ。OK、OK、OK、OK。え、最初にせつちゃん怪しいって言った人すげえ。乙女ちゃんだっけ？わー、すごい！乙女ちゃん、直感すごい！